ラシア選手でもダメだと思うんです。だから早急にあの裏山でやらないと、いざやってもダメだということになります。ということになりますと、特定避難監視措置として運転手止まらないと、我々の山際町会の住民としてですね、納得いかないということになりますので、小さいお子さんを基準に考えたときに、果たして本当に特定避難勧奨地点を指定しないということは正しい選択なんだろうかと思うんですけども、もう賞金払いたくないんじゃないですか。問題ないんですか、本当に。南相馬市では地上50センチ、ね、2マイクロシーベルトで避難が選べる。避難しなくてもいいんですよ。選べる。これはなんで福島で通用しないの？はい、それについてはですね、今から言います。国の設定ですよ、これ。はい、国の設定で、こういう地点の設定についてはですね、これは先ほどの小栗の時にも申し上げましたけれども、それぞれのですね、地理的なロケーション、そうしたものがございます。南相馬においてはですね、そういうふうに、市がですね、50センチ2マイクロシーベルトというふうにおっしゃられているかと思いますけれども、私どもはですね、そうではなくて、しっかりとですね、そのロケーション、一個一個ですね、そうした地域を指定するときにはですね、そうした場所にですね、赴いて実際に地理的にどういうふうになっているのかということを一つ一つ確認させていただいております。これはあくまでは国が設定する地点であって、市の方がその基準とかそういうものに対して縁を差し挟むことではありません。この場で、国の方に、代表で来られている方、福島市の代表部長さんかと思います。現地の対策本部の、今までご説明いただいた方に対してきちんとその、再興についてですね、除染とあと避難等をきちんと並行してやっていくと、特に避難に関しては、今までの南相馬市であるとかそういったものを踏まえて50センチの高さで 2.0 マイクロシーベルトパーアワーであるとか、そういったものをもう一度再考していただくようにお願いしていただいてですね、そして、国の方でもぜひそれを検討しますと伝えますということをここで明言して、私たちの前で、そういった一生懸命、市民のために働いている姿というのを見せていただければ大変ありがたいなというふうに思っております。でその避難の指示に関しましては、これは総理大臣が行うものでございます。その中では市の方でその技術的あるいは医療の知識がない中で、その要望を市が現在の状況の中ですることは難しいというふうに考えております。それでも私たちの気持ちを汲んで伝えてください。そうだよ、伝えていただかなければ、じゃあ誰が伝えるんでしょうか。私たちはこうやって大きい声出して伝えてるわけですから、その代表であるということでこの場でお願いするということ、それさえも叶わないでしょうか。こういう場でのご要望、お気持ち、これにつきましては、市長と県知事も参加して、原子力産業大臣ですとか環境大臣とかと話し合う場がございます。再生関係場がございます。その中ではきちんと伝えて、市長の方から直接各大臣に伝えて配りたいと思います。でここで終わって質問を打ち切ってね、そして終わりというふうになったんでは、私たちはもう止まらない。むしろ一旦打ち切ってね、そして日を改めて1週間以内ぐらい の間にね、ちゃんと市長とか東電の社長だとかね、大臣に級の方なんかを揃えて私たちと対応するという場を作るように、そこの前に座っている人たちは持っていくべきではなかったかなと思うんです。こんなに長い時間、もうお年寄りとかね、家庭がある方だとか いられないような時間までね引き延ばすということは、会の運営そのものがもう失格状態だと思うんですね。ということでこれ終わるんじゃなくて中断をしていただいて、
改めてきちっと責任もある形でね、再開をしていただきたいということを言っております。